何百億の投資で不老不死の初期のモデルが作れるんだったら安いもんですよね。今の状態だと当然左脳だけで右脳力作りましょうねっていうのにはちょっと能力不足なんだけど、それなりのものは作れるよねっていうような状況にはあるかなっていう感じです、ね、そうですね、はい、10年後にはサルにつなぐに値するものができるとは思っています。ホリエモンチャンネル。研究開発型のベンチャーにも投資したりとか投資検討したりとかしてて、僕らの提案を受け入れてくれないところの方多いですけど、だけど例えばですけど、最近上場した網膜の東大の技術は最初使われてたんだけど、網膜照射型のレーザー、はい、LED レーザーやってる会社があって QD レーザーっていう会社なんですけど、コンタブドットのレーザー使って網膜直接照射する。そのために本当はコンタブドットの RGB 全部デバイス作れれば、消費電力を1万分の1とかに抑えて網膜照射型の操作型レーザー作るとすごい革新的な、弱視の人とかにすごく使える素晴らしいデバイスができるよねみたいな話をして、コンタクトドットにめちゃくちゃ投資をして最初からそれでやればいいじゃないですかみたいな話をしたら、富士通の子会社だったんでなかなかそういう決断できないみたいなところあったんです。Xプライズファンデーションってご存知ですか？あ、すいません、ちょっと、はい、お勉強です、すいません。Xプライズファンデーション、僕日本で唯一のボードメンバーやってたんですけど、それがアンサリー X プライズっていうのをやって、今あのバージンギャラクティックっていう飛行機型のサブオービタル飛行するデバイスを作ってる会社ですけど、ここの元になったのが2004年にやったアンサリー X プライズで、賞金を10億円あげますと、その代わり成功したら10億円だから、それをプライズマーケティングモデルって言ってましたけれども、まあ、例えばそういうような革新的な BMI 作ったら、じゃあ賞金100億あげますよみたいな、やっぱそういう先ほどまさにおっしゃってたマイルストーン決めて、じゃあ3年後にこれやりましょうねと、これ別に国がやってもいいんですよ、うんうん、だから国がプライズマーケティングやっても僕はいいと思っていて、それも僕は政府に提言しようかなというふうに思ってるんで、今宇宙開発の分野でアメリカがそれをやってるんですよ。ああ、まあそうですか。そうだから民活で NASA の予算を大統領直轄で民間企業に対して先行投資をする、国際宇宙ステーションに物資および人員を運ぶようなシステムをこのぐらいの値段で作れるんだったら、じゃあ1500億の予算つけるから最初何もない状態で500億あげるよ、それで研究開発しなさい、うん、でマイルストーンロケットの打ち上げ成功したら、じゃああと500億あげる、で実際に物資の輸送成功したら残り500億あげるみたいな感じで、スペース X って会社それで離陸したんですよね。だから BMI の研究に関しても僕はそれはすごく必要なことだと思ってます。でも逆に言うと何百億の投資で不老不死の初期のモデルが作れるんだったら安いもんですよね。はい、と僕も思ったんですけどね。だから実は本書いたらいろんなとこからじゃんじゃんアラブの王様とかから電話かかってくるかなと思ったんですけど、今のいやそんな甘い話はないですよ。もちろんそうですね、はい、そんな甘い話はないんですけど、今の思考実験は僕はすごく正しいなと思っていて、僕も同じようなこと考えてて、特に脳梗塞とかになって大脳半分なくなる人いっぱいいるじゃないですか、うん、まあそうですね、大部分なくなってしまう、うん、大部分なくなってしまってるけど、はい、意識は継続してますよね。そうですね、あのような人たちの治療法としてまず使えそうですもんね、まあ、そうですね、はい、実はそこがなかなかやっぱり難しいところではあるんですけども、最初何をやるかっていうのはこの業界結構、うん、らしくて、例えばイーロン・マスクのニューラリンク、なかなかうまいところを攻めてるなと思うのは、脊髄損傷の患者さんに対して電極を運動野に入れて、そこから情報を読み取ってロボット技師を動かしましょうってことを言っています。それは非常にうまくて、でもギリギリ結構でもですね、いろんな批判があるんですけど、もっと例えばまずかったのはほぼ失脚してしまったんですが、 Facebook の方でそういう脳科学部門みたいなのがあって、信州でですね、脳に電極入れることなく脳活動はすごく正確に取れるので、キーボードを打つことなく頭だけでどんどん言葉が入っていってしまうみたいなことを言い出したんですけども、そういうことを言うとですね、必ずなんか批判が来て、しかも侵襲の場合にはやっぱりメリットが相当大きくなっちゃいけない。今堀さんがおっしゃったのは非常にいい脳卒中の患者さんに対してってことではあるんですけども、でさらに僕たちがこの会社を起こすときに最初から意識アップロードしましょうって言った仕掛けなんですけども、それはやっぱり不老不死で、例えば余命宣告受けた状態ですね、残り数ヶ月しか命がない状態だったら相当思い切ったことができるでしょうっていう感覚ではあります。なるほどね、はい、でもなかなかですねアドバイスいただきたいんですけども、日本の中で動いてきて2年半ぐらいになりますかね、なかなか厳しいなっていうふうに。あ、まあまあちょっといいですか、その厳しいところとりあえず後で聞きして、はいはい、例えば猿の脳みそで実験やったりとかもできないんですか、はい、それは進めようと考えてます。はい、で分かんないですけど、猿の脳みそは意識が本当に継続できるかどうかとか、多分そういうことは多分分かんないと思うんですけど、それはしょうがないと思うんですけど、そのデバイスとして僕ちょっと興味あったのは、健常な左脳と右脳を人工脳量でつなげるっていうことがまずファーストステップだというふうに思ったんですけど、はい、あ、なるほど、は
これはいいんです。僕の本の中でもそういう再配線しましょうっていうふうには書いてます。うん、ですよね。で、再配線ができたとして、次は大脳そのものをエミュレートしなきゃいけないわけですよね。そうですね。はい。その技術的な目処というか、設計、どういうふうにしたらいいのかっていうのは、大体目処は立ってる。そうですね。先ほど話は飛ばしてしまったんですけども、ノイマン型コンピューターにこだわった人の理由は、うん、本当の真の超並列三次元デバイスはやっぱり脳の規模ではなかなか難しいでしょう。言ってしまえばですね、もちろん GPU 型とかいろんなものを含めてですけれども、うん、10年後ぐらいには先ほどのフェイリンクオリアの要請を満たす、要は一個一個のニューロンが脳のニューロンを騙すぐらいの精度ですね、1兆弱のニューロンを作ってもリアルタイムで動くでしょうというふうには言われています。はいはいはい。で、計算パワーとしては十分ってことですね。あとはいかに脳の回路をきちんと機械の方に再現するかって問題であるんですけども、これに関してもですね、実は SEM 操作型顕微鏡っていう手法があって、これポストモーテムで取り出さなきゃいけないんですけども、薄くスライスするとだいたい数マイクロ薄さですね。そうするとある神経からある神経系に対して軸索がつながってるかっていうのは金太郎飴的に追っていくこと、はいはいはい、で、あ、大丈夫です。 その辺の知識は基本的にあるんで あんまり説明はいらないんで、はいはい、わかりました、はい、ちょっと本質的なところ行きたいんですけど、要はつまり物理的に脳と同じようなものをエミュレートして作る目処は立ちそうだなっていう感じなんです。そうですね。あと先ほどの生成モデルみたいな仮説とその学習機構みたいなのを考えて、その先ほどの軸索01の初期状態として考えて、そこからその一生分の YouTube 見せるとか一生分のいろんなもの見せるとかして脳を学習させればですね、機械として成立するっていうふうには僕は考えています。それをだから例えば分かんないですけど、今の状態だと当然左脳だけで右脳を力作りましょうねっていうのにはちょっと能力不足なんだけど、それなりのものは作れるよねっていうような状況にはあるかなっていう感じですね。そうですね、はい、10年後にはさらにつなぐに値するものができるとは思っています。やりましょうよそれ。はい、ぜひ。はい、そうですね。堀江さんから電話かかってくるの待ってましたけど、実は、いやでもね、いや僕もずっとそれは考えていて、これだから一つは再生医療と僕は両睨みで考えてたんですよね。なるほど、はい、脳神経細胞を再生できることっていうのは、はい、神経幹細胞もあるということが分かったので、それは多分再生可能だと思ってるし、うん、この間僕北海道大学の医学部取材に行ったんですけど、最近ある特殊なゲルがあって、ある特殊なゲルの上に癌細胞を置くと癌細胞がリプログラミングされて癌幹細胞になるっていうスタップ細胞みたいな品質ができてたりとかして、うん、分かんないですけど、これも一つの試行実験なんですけど、はい、脳梗塞とか脳卒中になって脳細胞の大部分がなくなっちゃった患者さんでいるじゃないですか。そうですね。そこに神経幹細胞を注入したらうまくいけば増殖して元に戻るわけじゃないですか。そうですね。でそれはおそらく意識は継続してるわけですよね。うん、そう、ここはそうですね、一概には言えないという立場でありますけど、その可能性はありますね。そういう接続が完全に再現できれば、元の脳と同じ接続みたいなものを再現するためにはやっぱり元の脳が味わった体験してきた感覚入力運動出力を全てやっぱり一度体験し直さなきゃいけないっていうのは僕の立場ではありますけれども、うん、でもそのもう片方はできてるわけですよね。そうです、もう片方は生きてますね。もう片方が生きてて、もう片方が割とまっさらな赤ちゃんの脳みたいな感じになってるっていうような感じになるんだけど、それは脳量を通じてそれはどうなるんですか？そうですね、脳量はですね、接続してるニューロン同士って本当に氷山の一角なんですよね。基本的にはやっぱり半球内で成立していて、可能性がないとは言わないですけれども、ある意味デタラメに神経を注入して勝手につながってくださいって言った時にうまくつながる保証はやっぱりないと言わざる。あ、なるほどなるほど。人は人間の発達過程、赤ちゃんお母さんのお腹の中にいる時にですね、ニューロンがこうやってマイグレートっていろんなところで発生して必須に移動して、最初ですね、第一視覚野から第二視覚野に配線が伸びるようにいろんな遺伝プログラミングが順々に配線していくんですね。非常に高度な仕組みがあって、かつですね、最後赤ちゃんっていうのは生まれた瞬間っていうのは目が見えてなくて、視覚体験を持って視覚システムが完全にできると。例えばそのブレックマンっていう人がいたんですけども、赤ちゃん子猫を縦縞しかない世界で飼育して、そこで1日3時間ぐらいそこで過ごさせて、飼育施設に戻すときには真っ暗闇にしてしまうってことをすると、横縞が全く見えない猫が生まれてしまうんですね。そうするとだから、まあ、この棒があるとつまずいてしまうということで、脳っていうのは体内の非常に複雑な配線過程と、その後の視覚体系を持って初めて視覚システムができるっていうものなので、成人になってからニューロンを注入して脳として成立するかっていうのは非常にやっぱりチャレンジングだとは考えています。じゃあ真奈美さんのやり方だと、はい、片方を機械の脳にしたった場合はトレーニングっていうのをやっていくってことですか？そうですね、まさに先ほどの SEM で得るのは01の結合だけですね。 SEM でやった時には2マイクロなので、ニューロンの完全のシナプス結合の強度まではなかなか分からない、最後だと繋がってるか否か、01の接合マトリックスみたいなものは取れるんですけども、最後脳っていうのはディテールに神が宿るって形で 0.3 で繋がってるのか 0.31 で繋がってるのかって非常に重要なところで、ディープラーニングで1日とか何日もかけて
て学習する部分ですよね。そこはどうしても死後の脳を取り出してもなかなか情報としても取れないし再現することもできないので、先ほどの死後の脳を取り出して01っていうのは、まあ、あくまで初期値として使う。今のディープラーニングでコンボリューショナルニューラルネットワークっていうのは急になんでうまくいったかっていうと、ニューロンですね、全結合じゃなくて結合をですね、枝刈りしたから非常に効率よく学習できるっていう仕組みで、まあ、脳もですね、僕の作った機械っていうのは成人の脳の結合のプルーニングまでは済ませてあげて、そこから先の定量性みたいなものは YouTube とか見せて、場合によっては体が必要だったら完全なバーチャル環境を作って意思決定しながら視覚体験できるようなものを使って機械を学習させていこうっていうふうには考えています。そうするともともと生き残ってた、例えば右脳を一回切り出して捨てて、はい、左脳だけが生き残ってる状態で機械の右脳をつけたとするじゃないですか、はいはいはい、そうするとどういう感覚になるんですかね。非常に鋭いですね。僕が最初に言ってるのは、まずは先ほどのフェーディングフォーリアっていう実験は最後の結果しか使わないんですね。途中にシナプス結合を全部読み取るって結合するっていうのは実は無理なので、原理的にもし仮にできたとしたらこういう思考実験成立しますよねって話で、思考実験の結果というのは結局機械にも意識宿りうるって結果ですよね。そこに対して一旦ですね、繋いだ状態っていうのは先ほどの生成モデルで言うと工事が繋がった状態さえ作れば意識が一体化するっていうふうに考える、はいはいはい、それは何でかって、生成過程ってまさにレンダリングみたいなものですけれども、僕の右脳と左脳があった時にシンボリックな情報さえシェアしていればローカルなレンダリングは半球内で進む。要は例えばこういうものがあった時に左側の光源としての情報は必要なんだけれども、その光源の情報さえシンボリックにあればこれはもう右側で進むということで、それぞれ機械の中でできると思ってます。なので最終的にじゃあ意識を一体化する上では生成モデルとして一体化すればいい、生成モデルとして一体化するためにはそのシンボリックな情報さえ共有すればいいっていうふうに考えています。先ほど枠組みはジェネリックなもんだけれど、こういう過程がもし成立すれば意識のアプローチが見えてきますよっていうのはそういう意味で言ってるんですけども、はい、ちょっと話がだいぶ回り道してますけれども、その上でですね、問題はですね、意識の一体化まではおそらくそういう形でいきます。これは能量を通じてってことですよ。そうですね、作り込んだ。はい、で能量っていうのは非常に真な結合なんですけども、シンボリックな情報を共有するっていう機能は実際持っているってことが知られて、はいはい、これ実はそのガザニガっていう人がですね、スペリーがノベル賞を取ってちょっと研究からちょっと違う方向に行っちゃったときに、なんとかですね、後遺症の出ない能量切断術っていうのを研究してまして、前後連っていうところさえ残せば、視覚はスプリットしないっていうことを示していて、その前後連っていうのはシンボリックな情報を共有している結合、話がちょっとそれましたけども、つないだ状態っていうのは、見えるとか聞こえるとか、言語が分かるっていうような、ある程度万人に共通というか、反化できるような意識が一体化している状態ですね。そこからやっぱり、この状態で生体の生ものの方がなくなってしまったときには、じゃあ果たしてその意識アプローチしたと言えるかってことですよね。記憶が伴ってなければ、私は誰、ここはどこってことになってしまうということで、記憶を転送しなきゃいけないんですけども、先ほどは堀江さんがまさに言ったことにちょっと近いんですけども、意識が一体化されてるからこそ、僕は記憶が転送できると思ってまして、一応ゲームのルールは、シナプス結合そのものはコピーはできない。そもそも読み取ることはできないんですけども、でもこういう意識が一体化してる上で、例えば生体脳の方が子供の頃の記憶とかを思い返してるっていうのは、機械の方で共有できるわけですね。シンボリックな情報をもうシェアしてるので。うん、ここにですね、生体脳と同じように記憶をコンソリデートする仕組み、脳活動がバッと出た時にそれを長期的に保存する仕組みを機械が持っていれば、こういう形で機械の方に記憶を転送できるっていうふうには考えています。なるほど、なるほど。すごいっすね。いやいや。もうそろそろ時間なんで。あ、そうですね。はい。一回ちょっと会社のことも含めて一回訪問させてください。そうですね、ぜひ。より深い話を聞かせてください。はい、お願いいたします。非常に面白い回でした。どうもありがとうございます。本当ありがとうございました。はい、楽しみにしております。